千田さんはニコニコしてるだけ本当に。いや本当にそうだから、聞く力って言ったって鼓膜が振動してるだけで前頭葉には届かないんです。だからいや本当に、だからこのまんまだと本当に今みたいな堀江門が言ってるような、うん、あなたが言ってる、乙武さんが言ってるような改革は絶対できないから、うん、まあ、とりあえずまず自民党に入れないこと、本当に、まあ、自民党を基本的に支持しててもいいんですけども、お灸を据えないとやっぱりダメですよ、うん、っていうことですね。